ダンスが上手いのは誰？僕の中で上手いのは、ね、少年ってもちろんですけども、あの国分太一上手いんですよ。意外ですね、あんまりイメージないですね。あと堂本剛、剛うまい。中居がダンスがうまいと認める国分太一と堂本剛が2005年に組んだユニットトラシハイジ、一緒に踊る貴重な映像がこちら。だから強い人こいつはどっちがうまいって言って もう種類が違う。種類とね、ナイキのハイのスニーカーだとか、あとちょっとね、ドクターマーチンとか、革靴でも踊るようになると、それも全然違いますから。そうすると床も変わってきますし、踊りのスタイルがちょっと変わってきたなって、ちょうど僕らぐらいからかな。だから光源氏まではダンスシューズで踊る人なんですよ。スマップからスニーカーとかハイカットとか、ドクターマージョブーツとかで踊るようになってきたっていうのかな。ちなみに今日ここ無駄にミュージックセッションと同じ床らしいですよ。無駄にだから今日僕だから一番最初本番前に最初リハーサルでここに来た時にまず床だけ、あこっちの床とこっちの床違うのみたいな、え確認したんですか。最初確認した。驚きの本番じゃないですか。